どうもレベッカです。こんにちは。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。ですね、今日は手作り味噌の作り方をやりたいと思います。味噌は煮た大豆に麹をつけて半年から1年ほど発酵させたものです。白味噌は数週間から3ヶ月、赤味噌は半年以上熟成させたものになります。長く寝かせるほど発酵が進んで色が濃くなります。ちなみに麹って何かというと、米と麦に麹菌が生えたものって言われるんですが、一種のカビです。まあ補足すると、麹は日本生まれの食べられるカビで、醤油、日本酒、みりん、お酢などに含まれます。なのでそれらの調味料を使って和食は作られるので、和食の味イコール麹の味になります。で、お味噌って地域によっていろんなものがあるんですけど、その違いは麹の種類によるものだそうです。で、大豆にくっつける麹の種類は地域によっていろいろあるみたいです。例えば米とか、九州の麦とかで、愛知の大豆味噌、八丁味噌ですね。で、今回作るのは米麹と麦麹をミックスさせた合わせ味噌です。関東味噌のさっぱりさと九州味噌のまろやかさがミックスされてます。これ結構虫に慣れて楽しいですよ。あ、入れちゃっていいですか。はい、これは大豆の蒸し汁。そうですね。スナップで残ってなんかすごい甘い。あ、すごい。昔これに小麦粉を溶いたので、なんか目玉作ったり、鶏肉を入れてもらったり。こうするとやっぱ空気が抜けていいんですか。ピタッとアイス。
はい、ということで味噌作りでした。味噌作りのポイントは、まあ、3つかな。最初まず大豆が茹で上がったら、まあ、熱いうちに潰してあげた方が、まあ、潰れやすいですよと。水分が飛んじゃったら、あの時間が経つと水分が取っちゃうので、あのなかなか潰しにくかったり、あのそう硬いんですよ、ね、で水分足さなきゃいけなかったりするので、はい、熱いうちに混ぜる。で大豆は、まあ、より細かく潰してあげた方が、まあ、いいよと。粒のまま残ってても美味しいよとは言ってました。で2つ目は、あの容器に詰めるときになるべく、しっかり空気を抜いて詰めることが大事みたいです。空気が入ってるとそこから、まあ、のカビ生えちゃうんで、はい、気をつけるってこと。あとは保存方法、3つ目のポイントは保存方法で、日陰のなるべく涼しいところで保存してあげた方がいいです。光が当たるとあの色がどんどん褐色化してしまうので、あまり良くないということでした。はい。私の作った味噌もね、秋ぐらいにできるんで、その時にまた動画アップしようと思います。バイバーイ。